ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、2杯目でございます。体験がいっぱいで今白味噌と鶏の感じ、こうなんかシナモンにも似たような、こううわー美味しい。
にんにく味噌で。全然違いますね。なんかあの普通の辛味噌っていうのじゃなくて、なんか担々麺にも近いような。このトマトになるとちょっとフィットチーネ感というか、ということで本日の動画の本編はこの辺りで、この後の動画はね、アテレコをしようと思うんですけれども、というのも今回の動画も営業の最後にお邪魔させていただきまして、途中からね、お客様がいない状態になって、少しずつね、店主さんとお話をしながらいただいてきたんですが、この後は全くね、もうお客様の出入りもなくなった後だったので、店員さんとね、いろいろと談笑をしながら食べてしまったので、ちょっとね、動画にならないなということで、この部分はね、早送りをさせていただいております。で、本日の感想なんですけど、本当にね、バリバリジョニーさんめっちゃめっちゃ美味しかったんですよ。今までね、僕自身ベジポタって結構苦手で、なんかじゃがいものザラザラ感があったりとか、そのね、粘土で旨味をごまかしてるというか、結構ね、その厚み、味の厚みっていうのかな、そこが弱いなっていう部分が今までの経験上あったので、ベジポタって見てもなかなかね、食べに行こうっていう気持ちが湧かないようなジャンルだったんですよね、正直。ただ今回の動画でね、もうそのイメージが覆ったというか、バリバリジョニーさんがね、本当のベジポタっていうのはこういうもんなんだぞっていうのをね、教えてもらったような最高のラーメンばかりでございました。今まで僕が持っていたベジポタに対しての先入観、こういったものがね、全くなくなって、というかね、もうむしろベジポタって最高じゃんみたいな、とんでもないぐらい鶏の濃度、濃厚なね、もう白湯系の鶏に対してギュッとギュギュッと詰め込まれた野菜の旨味、これがね、もう本当に美味しかったです。で、メニューによっては麺ね、基本的には一緒なんですけれども、味わい方がね、全然異なるんですよ。なのでね、ぜひね、皆さんも何回かこちらのバリバリジョニーさん通ってみてね、自分の一番好きなメニュー見つけてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。